ゴルフ。ゴルフ、スコットランド語、ゴフ、英語、ゴルフは、コース、コースにおいて、クラブ、クラブと言われる道具で制止した、ボール、ボールを打ち、ホール、ホール、カップともと呼ばれる穴に、いかに少ない画数で入れられるかを競う球技の一種。一人で行う競技であり、対戦は、コンペティティブペーシェンスとして行われ、スコアで比較される。 スポーツとして広く親しまれているが、一般人によるプレーはレジャーとして位置づけられる場合が多い。漢字では穴玉と表記される。プロゴルファーでさえ、プレッシャーからパッドを外すこともあるなど、一般に精神力が重要とされ、精神力7割技術力3割とも言われている。すべての操作において力加減と打球の向かう方向の予測が必須であり、プレイヤーには 正確さが要求される。これはパッドのみならず、ティーショットなどすべての動作において言えることである。基本的に個人で行う球技だが、団体戦もある。個人戦の場合においても、競技者、ゴルファーとコースを同伴するキャディがいる。キャディは、クラブの運搬の他に、競技者へアドバイスも行う。アマチュアにおいてもプロゴルファーを目指すのでもない限り、 中高年から始めることも可能で、比較的高齢となってもプレーを楽しめる。自分の年齢よりも低い打数で1ラウンドを終了。エイジシュートした者は、エイジシューターと呼ばれ、ゴルファーの尊敬を集める。ホールインワン、一打でカップに入れることの達成者は、ゴルファーの先望の的となる。日本において、アマチュアゴルファーがホールインワンを達成した場合には、記念として、 ゴルフ場に記念食事をしたり祝園を開いたりすることが監修になっているためにその出費に備えてホールインワン保険に加入する者もいる。一方で日本のみプロの試合でホールインワンを達成すると達成した選手に特別賞のホールインワン賞、賞金、賞品が贈呈される。用具代やプレイ代などの費用がかかりがちなスポーツであり経済的余裕がある者が 主に楽しむ競技である。しかし最近は、特に平日など、格安で、プレーができる。イギリス発祥の紳士のスポーツとして知られるが、その起源については、スコットランドを筆頭に、オランダ、中国など世界各地に発祥説があり、定説がない。初期のゴルフでは、現在のような整備されたコースはなく、モグラの穴を利用して、ゴルフを楽しんでいたと言われる。また、 スコットランド地方でゴルフという競技が確立した頃はパーという概念は存在していなかった。なぜなら2名のゴルファーが1ホールごとにホール内での打数により勝ち負け、同じ打数の場合、そのホールは引き分けを決め18ホールまでにどちらが多くのホールで勝ったかを競うマッチプレー方式で行われていたため、それぞれのホールに規定打数を決める必要がなかったからである。 マッチプレーは2名で競技する場合は、ホールごとに、勝ち負けが決まるため単純明快だったが、より多くのゴルファーによる試合では優勝者を決めるまでに18、ホールの試合を何回も繰り返す必要が、あ、やがてた人数で競う場合には、順位付けがしやすい、あらかじめ定められたホールを回った時点の打数、ストロークの合計を競うストロークプレー方式が、広まるようになった。ストロークプレーが、 主流になると、それまでコースごとにまちまちだった18ホールの合計距離などに対し、確立した企画を決める必要が出てきたため、すべてのホールに対し規定打数を決めて、コースごとの合計規定打数による比較がしやすいように、定めたのが、パーの起源である。期限には、いろいろな説があるものの、現在のゴルフというスポーツが発展し完成して、近代スポーツとなったのがスコットランドであることは、 間違いない。1457年には、時のスコットランド王国国王ジェームズ2世によって、ゴルフにふけて、弓道の鍛錬を怠る貴族たちへのゴルフ禁止令が出され、これが、スコットランド市場におけるゴルフの初出で後される。ゴルフは、スコットランドの東海岸から広まっていき、宗教改革時のスコットランド長老教会の否定的な態度にもかかわらず民衆の娯楽として、 広まっていった。1750年頃には、エジンバラとセントアンドルーズにゴルフクラブができ、成分化されたルールが定められ、また、イギリス帝国の拡大に伴って、世界各地に移住したスコットランド人によって、ゴルも各地で行われるようになった。1860年には、世界初のゴルフの選手権大会である、全英オープンも始まった。しかし、ここまでは、ゴルフは、 スコットランド人独自のスポーツに過ぎなかった。ゴルフが爆発的に広まるのは1880年代にイングランドでゴルフブームが起きてからである。イングランド各地にゴルフ場が建設され、さらに1890年代にはアメリカでも流行が始まり、またイギリス人によって世界各地にゴルフ場が建設され、ゴルフは世界的なスポーツとなっていった。 日本における最初のゴルフ場は1901年に神戸市の六甲山に作られた神戸ゴルフクラブである。これは外国人向けのもので日本人による日本人のためのゴルフ場は1913年に井上淳之介らによって東京、駒沢に作られた東京ゴルフクラブが最初である。現在では世界に広まり各国にプレイヤーが存在する。 ゴルフ場も各国に建設され、2008年には35,112のゴルフ場が存在するまでになっているが、中でもアメリカ合衆国が約半数を占め、圧倒的に多い。中国でゴルフは、緑色アヘン、緑のアヘンと呼ばれ、資本主義の大敗的な娯楽とみなされていたが、北京大学でカリキュラムへの採用が検討されるほどの人気スポーツとなり、ゴルフ場の数も、 アジアでは日本に次いで多い。通常4人1組でコースを回る。最初のホールでの第1打の順序を決める方法は、ルールにないため、くじ引きで順序を決定することが多い。競技の場合は競技主催者の指定打順による。第1打後は、ホールから遠い競技者から順に移す。まず、ティーインググラウンド、第1打の打ち出し地点から、ティーショットを行う。 t ショットの打順は最初はくじ引き等により決定されるがその後は前ホールの成績順に行う t ショットでは通常フェアウェイにボールが止まることを目標にする t ショットが届きそうなところにはフェアウェイバンカーや池といったハザード障害が設置されていたりコースが左右に曲がっていたりおのおの左ドッグレッグ右ドッグレッグと有するので安全に ハザードの手前を狙うか、危険を犯して、距離を化石グリーンに近づくことを狙うのかを選択する。このように選択を行うことが、ゴルフの醍醐味の一つであり、精神力が重要と言われるゆえんである。次に、ホール、カップがあるグリーンに届きそうであれば狙う。しかし、あえてグリーンを直接狙わず、近くまでショットし、次のショットで、グリーンに乗せる場合がある。これを刻むという。 この理由は、グリーンの周りには、バンカーなどのハザードが設置されているため、ティンググラウンド方向だけが安全で他の方向は、危険な作りになっているからである。グリーンの周りからグリーンを狙う打撃を、アプローチショットと呼ぶ。グリーンが狙えない場合は、引き続き、フェアウェイに、ボールが止まることを目標にショットを行う。この場合においても、例えば残り300ヤードの場合に250ヤード飛ぶ。 選手であってもあえて200ヤードしか飛ばさず100ヤードを残すという場合がよくある。これはハーフスイングで飛ばす距離、この場合50ヤードとなるを残すと打撃に加減が必要となり難しくなるので、それよりフルスイングできる距離、この場合100ヤードを残した方が激に加減が必要ないため打ちやすくこう結果が期待できるという判断である。グリーンではパタと呼ばれるクラブで、 ボールを転がすパッドと呼ばれる打撃を行う。平坦で傾斜のないグリーンは少なく、大抵は傾斜や複雑な縛めがある場合が多い。これらグリーンの状況を読み切ってパッドを行うことはゴルフの醍醐味の一つである。打撃の動作としては非常に簡単だが、プレッシャーのためにプロでもよくミスを犯す。極端な場合、パッド自体ができなくなる、イップスと呼ばれる。 精神病の一種とも言える状態になる人もいる。各ホールには、あらかじめ規定の打数が定められており、この打数と等しい打数で、ホールに入れることを、パー、パーという。以下、1が少ないことを、バーディーバーディー2が少ないことを、イーグル、イーグル、3が少ないことを、アルバトロス、アリバトロースまたは、ダブルイーグル、ダブルイーグル、4が少ないことを、コンドル、 コンドルまたはダブルアルバトロス、デュールアルバトロスやトリプルイーグル、トリプルイーグルと呼ぶ。ちなみに、現実的ではないが、パーより5打少ないことも名があり、オーストリッチ、オストリッチと呼ぶ。また、一つのホールに一打で入れることを、ホールインワン、ホールインワンまたはエース、エースと呼ぶ。逆に一打、多い場合は、ボギー、ボギー。以下、打数が増えるごとに、ダブルボギー。 ダブルボギー、トリプルボギー、トリプルボギーと呼ぶ。バーディーは小鳥、イーグルは和紙、アルバトロスはアホ鳥ドリと鳥の大きさの違いから名付けられた。なお、オーストリッチはダチョウである。日本ゴルフ協会によると、鳥にちなんだ名称が付けられた理由は不明だが、ボールが鳥のように前降りたイメージに由来する、という説もあるという。各ホール終了後、 次のホールでの第一打は、直前のホールで打数の少なかったプレイヤーから行う。同打数の場合は、さらに一つ前のホールでの打順の速い方になる。最初にテーショットを打つものを、オナー、オナーとも呼ぶ。通常は1日で18ホールをプレイし、これを1ラウンドと呼ぶ。正式名称では1番から9番ホールを、フロントナイン、フロントナイン、 10番から18番ホールをバックナイン、バックナインというが一般的にはフロントナインをアウト、アウト、バックナインをイン、インと呼ぶことが多い。18ホールのゴルフコースのパーは72に設定されるのが一般的である。パー5が4つ、パー4が10、パー3が4つというのが標準的である。なお、総距離の短いコースの場合などには パー71や70とされることもある。パー72に対して72打数の場合、イーブンパー、イーブンパーという。パーより少なく71打数ならば1アンダー、1アンダー、70打数ならば2アンダー、以下同様になる。逆に73打数ならば1オーバー、1オーバーとなり、以上も同様になる。アマチュアの場合男女が共にプレーできるよう、第一打の打ち出し地点。 ティーインググラウンドに距離的ハンディをつける場合が多い。また、ツイタッチ1日で1.5ラウンド、27ホールや2ラウンド、36ホールのプレーをすることも珍しいことではない。プロのトーナメント、大会は、男子の場合4ラウンド、1日1ラウンド4日間で、通常は木曜日日曜日開催、女子の場合3ラウンド、1日1ラウンド3日間で、 通常は金曜日日曜日のトータルスコアで争われる場合が多い。男子の4ラウンドの場合、最初の2ラウンド2日間を予選ラウンドと呼ぶ。予選ラウンドの上位何十名かだけが、残りの2ラウンドである、決勝ラウンドに進める。決勝ラウンドに進めた者だけが、賞金をもらえる。しかしながら、予選ラウンドから参加できるのは何らかのシード権。 参加資格を持った者だけであり、それ以外のものは、直前に行われる予備予選、主催者推薦選手選考会から参加して、勝ち抜かなければ予選ラウンドすら参加できない。決勝ラウンドに進まなければ賞金は出ないので、賞金だけで生活のできるのはごく一部のプロゴルファーだけである。ゴルフ講師などの副業で生活しているプロゴルファーも多い。シード権は、 前年の獲得賞金ランキング上位者、前年の各トーナメント優勝者、クオリファイングトーナメント、QT 上位者などに与えられる。イングランド期限のサッカーやラグビーと同様に基本的なルールは簡単である。ゴルフのルールは簡単に言えばあるがままに打つが基本原則である。プロトーナメントにおいては競技委員がいるが本来は自分の他には 審判がいないスポーツである。ルール上は、ボールの交換のように他の競技者の確認が必要な場合もあるが、あくまでも競技者自身が審判でありルールは、もちろんのことマナーをも守る、自律が非常に重視されるので、真摯のスポーツと呼ばれている。ルールは主に救済とペナルティに関する条項が定められている。救済として定められているのは、 ボールが何らかの理由で紛失したような場合に競技を続行できるようにするために定められたのである。主なものは OB、ショットしたボールがプレイ領域の外に出ること。アウトオブバウンズの略の場合は一打孵化して打ち直し競技を続行しなければならない。ウォーターハザードの場合は一打孵化してホールに近寄らないようにドロップして打ち競技を続行できる。動かせない障害物の場合は ニアレストポイントでドロップして打てる、などがある。ペナルティとして定められているのは、あるが、ままの状態を維持せずに競技者に有利になるように、状況を変えてしまった場合に課せられる罰であり、例えば、自分自身や、自分の道具などに打球が当たった場合は、ボールの方向を変えたい反としてに罰だを課せられる、などがある。基本的には、自然のもの、気そう。 岩などは、ショットの障害となっても動かしたり壊したりしてはならず、あるがままに打たなければならない。対して人工のものは障害物を避けるために救済が受けられる。動かせない障害物と動かせる障害物に分かれる。動かせない障害物は、ルールに従って救済が受けられ、規定に則っ,ってボールを動かすことができる。動かせる障害物は、 障害物を動かしたり取り除いてもよい。枯れ葉等の些細な障害物は、ルースインペディメントと呼び、ハザード以外では取り除いてもよい。マナーとしては、ショットの際に作った地面の削れた跡、リポット跡を自分で直す。グリーン上ではグリーンを傷つけずに歩く、高い位置から落下したボールが、グリーンに乗った時に、出来グリーンの凹み、ボールマークを直す。バンカーでは、ショット後に砂を鳴らす。 他の競技者のショットの際は静かにする等がある。アマチュアで特に重要なのは前の組に遅れずにプレーするショットの際に時間をかけすぎないボール探しに時間をかけすぎない5分以内に見つからなければロストボールイコール OB 扱いになるなどが挙げられる。パー4のコースを例にとると1打で入れたバイホールインワン2打で入れたバイイイーグル3打目のバイバーディー 4打目の場合パー、5打目の場合ボギー、6打目の場合ダブルボギー、7打目の場合トリプルボギー、8打目の場合ダブルパー、もしくはカドラプルボギーと呼ばれる。他、パー5のコースに限り2打で入れた場合、基準より3打少ないアルバトロスと呼ばれるパー4の基準を当てはめると1打で入れるイコールホールインワンとなる。パー5のコースで1打で入れた場合、 基準より4打が少ない、コンドルと呼ばれる。コンドルより1が少なく入れると、オーストリッチと呼ばれるが、通常のコースは、パー5以下であるため達成できない。下の表の用語の前の記号は、ゴルフ番組でよく使用される記号である。ゴルフ番組で下記の表が表示されていれば、現在16番ホールを終了し、3バーディー2ボギーで1アンダーという意味である。 ゴルフでは野球などと並んで英語圏の外国人に通じない和製英語が多く使用されている。クラブにより打撃されたボールには様々なスピンが加わる。右打ちのものを基準にすると右回転のスピンがボールに加わればボールは右方向に曲線的に反れていく。このボールをスライスと呼ぶ。逆に左に反れていくのはフックと呼ばれる。クラブのスイングは 高速で行われるため、常に直線的なボールを打つのは困難である。したがって、プロや上級者は意識的にどちらかの曲がりが一定幅に収まるようにコントロールしている。このコントロールされたスライスをフェードと呼び、コントロールされたフックをドローと呼ぶ。弾の進行方向に対して逆方向への回転になることから、スライスは弾が止まりやすく、 正方向への回転となるフックは、弾の転がりが持続する傾向が強い。ドロー神話は、ドライバーショットの際、フェードよりもドローの方が、絶対的に優位を信じていること。優位な点としてはより距離が稼げる点などが挙げられる。弾の直径は1.680インチ以上、重さは4 5 9 3ム以下と定められている。軽さには、 制限がなく、水に浮くボールも市販されており、回収しやすいため練習などに用いられる。表面にある、無数のくぼみは、ディンプルと呼ばれ、気流の圧力抵抗を下げ軌道を安定させる効果がある。テイラー・ホブソンのエンジニア、ウィリアム・テイラーが1905年に発明した。表面の材質により、ディスタンス系とスピン系に大きく分けられる。 ディスタンス系はスピンがかかりにくいのでボールが曲がりにくく、またドライバーショットなどで距離を稼ぐことができ。反面、スピン系は飛距離はある程度犠牲になるが弾道を意図的にコントロールしやすく、またバックスピンを利用してグリーン上にボールを止めるショットを打ちやすい。一般的にはボールを曲げてしまいがちな初級、中級者にはディスタンス系、スピンによって弾道を 意図的にコントロールできる上級者にはスピン系が好まれる。世界4大トーナメントをメジャー選手権と呼ぶ。メジャー選手権を1シーズンで全て優勝することをグランドスラムという。これを生涯のうちで達成することをキャリアグランドスラムという。女子、ルプがツアーにおいては2000年まで4大大会の一つだった。 デュモーリエクラシックを合わせた5大会で優勝することをスーパーグランドスラムという。ただし、デュモーリエクラシックの優勝経験者が全英女子オープンで優勝した場合にしか成立しない2002年にカリーウェブが達成。女子のメジャー大会は長い歴史を通じて何度も変わってきたため、その複雑な事情を反映した用語の一つと言える。 メジャーを含む多くの大会を一つにまとめ、ツアーと呼び、賞金王を決める。賞金ランキングは、来シーズンのシード権と関係する場合が多い。1900年のパリオリンピック、1904年のセントルイスオリンピックで実施されたがその後は長く、実施競技とならず、2016年のリオデジャネイロオリンピックで、7人制ラグビーと共に、 ゴルフの正式競技への採用が決まった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。